すごい不思議なものをやりたいわけでもなくて、その日常の中のほんの少しだけの不思議な洋服っていうものを目指してますね。リアルとアンリアルが、自分たちのコンセプトなんですけれども、それは目で見ているものと見えないものであったり、そこにあるものとないものであったり、そういうものが軸となっていまして、例えば今回の展覧会ですと、人の目では、知覚できない領域の糸やそのプリントを作って、人間には全く見えないその情報や柄というのを洋服の中に織り込んで、でそれは特殊なライトを当てることで人の目にも見えるようになるというようなインスタレーションを行ったり、洋服以外では当たり前にあること、空の色も変わりますし、携帯の色もどんどん変わりますし、でもそれがアナログな洋服っていう媒体で起こった時に、すごく面白い、今までにないものができる瞬間が起こせると思っていて、洋服はやっぱりすごく人と近いので、人の感情にすごくダイレクトにこう訴えかける力が強くて、言葉も存在せず、メロディーも存在せず、もうその形と色と何かそこに、まあ、テクノロジーだったり、そういうものが人と寄り添うだけで、すごい深いところをなんか揺さぶれるような可能性があるのかなと思って、ずっと根っこではドラえもんのような洋服は作りたいと思ってます。